皆さん本当にご苦労様でございます。朝早くから寒い中お集まりいただきまして本当にありがとうございます。しかし本当に集まっていただく価値がある、今日のこの凱旋というかですね、ことだと思います。これは単に安倍政権がいわゆる安倍政権といった経済措置すいません、ちょっと今電池を買いますんで。改めまして皆さんおはようございます。本当に寒い中、朝早くからお集まりいただきまして、本当にありがとうございます。昨日の安倍総理大臣の靖国神社参拝は、きちんと内閣総理大臣安倍晋三こういう形で記帳され、正式な正殿参拝を行っていただきました。7年にわたって小泉政権以来靖国神社に参拝がされる中、そして安倍総理ご自身も痛恨の極みといった形で靖国神社に参拝できない中、総理は昨日政権1年目にしてこのご自身の言葉をきちんと国民の前に、そして何よりも200数十万馬鹿の英霊の皆様の前にその思いを下されました。誠に立派であります。誠に見事な、そして日本男児としての、あるいは日本国民としての、そして日本国総理大臣としてのその責任を果たされました。私たち国民はこういう方がついに南の中国や韓国、北朝鮮、こういう人々に国に思われることなく、我が国のあの大東亜戦争をはじめとするそういう戦いで命を国に捧げられた英霊の皆様に、総理大臣自らが参拝をしていただいた、これは将来に天皇陛下のご心配を止まる靖国神社へのご心配を止まる、そういった大きな大きな、そして確かな日本国自立戦後体制の脱却への第一歩を
行っていただいたと考えております。私たちはこの総理の普通に言えばごくごく当たり前の、しかしあの中国や韓国、とりわけアメリカ大使館の昨日の声明に見られるように、まるでやってはならないことをやったような、そういった懸念を伝える、そしてアメリカがいかにこの戦後体制というものの保持者、守ろうとしている、何を されてもいいが東京裁判所を脱却すること、これは許さない、そういった形のアメリカの姿が浮き彫りになったわけであります。日本国民は、我が国は敗戦以来どんな形で精神的にも軍事的にも周辺の諸国からその独立武器の精神を奪われ、自立できないままアメリカの従属国として今日まで至ってきたが、これをまざまざと今回のごくごく当たり前の私たちの国の200数十万柱の霊園の皆様、それに総数の念と感謝の礼を捧げる、そして何よりも日本国民と世界の人々の平和と安寧の祈りながら懺悔された英霊の皆様の思いを、その自らの姿形で体現されました安倍総理のそういった姿を、私たちはおそらくあと10年後20年後、こういう人物がついに戦後の日本の中に現れてきた、そういう思い出を抱くに違いありません。何よりも靖国神社の霊の皆様がお喜びなさっていると思います。7年数ヶ月途絶えていた日本国の総理大臣の靖国神社参拝が昨日実現しました。私たちは今大きな横断幕でありがとう安倍総理、靖国神社参拝ありがとう掲げられた思いでございます。これまでは私もさまざまな形で雑誌正論その他で靖国神社参拝だけはやってもらいたい、さまざまな戦略的なあるいは戦術的な外交手段、外交戦術戦略、そういう中で磯川を回れあるいは遠回りしながら、さまざまな形で一個一個一遍に全てをやる必要はない、しかし靖国神社はそれこそ政治の問題ではない、外国の問題ではない、外交の問題ではない、日本人の心の問題である。靖国神社を参拝しないこと自体が政治的な声になってしまう、そういう形で総理へ靖国神社参拝、秋の例大祭へ参拝していただきたい、こういった訴えを続けてまいりました。しかし先日天長節、天皇誕生日、こういう7名の靖国神社におられるいわゆる永久戦犯といわれる皆様の、昭和殉難者の皆様を含めて、その負荷を総理が粛々と参拝をいただいたこと、誠に感激感動の思いを抱きました。多くの国民がそうであります。
産経新聞を除いてマスメディアはこの靖国神社参拝をなぜ今にと、あるいは中間への範囲がないのか、そして私たちが日米同盟の対象としていた米国が批判的な声明を出した、これをもっていかにも今この総理の靖国神社参拝がまずいやり方であった、そういった論調が読売新聞は情けないことに7名の主要巡礼者の皆様を永久戦犯と名指し、分子を考えなければいけない、そういったニュアンスの社説を本日の読売新聞で行っております。皆さんがご存知のように、読売新聞日本テレビは敗戦離脱者として GHQ が作ったエリアであります。そういったウォーギルドインフォメーションプログラム、まだ70年近くを経った今もこの読売新聞は対米従属、そしてあの GHQ のスパイ、こういう人間があの読売新聞や日本テレビを作ったわけでありますが、そういう人たちが今現在の人々、現在の日本国民に、いまだあの東京裁判資格を宣伝し続けている、洗脳工作を続けている、そして私たちは先日東京高等裁判所で NHK 一番人訴訟、その番組に対して勝訴をしたわけであります。 NHK もまた真っ先に GHQ の出席となり、真相はこうだ、その他のラジオ番組を通して日本国民の洗脳拘束機関として今もなお GHQ の打ち出した日本国民洗脳拘束、ウォーギルドインフォメーションプログラム、こういったものを続けているわけであります。いかに7年の組織の中で安倍総理が靖国神社参拝をすることは困難なことであったか、勇気がいることであったか、このことを私たちははっきりと知りながら、なおかつにもかかわらず総理靖国神社に参拝をいただきたい、中国や韓国の中の圧力に負けるな、それ以上にアメリカの圧力に負けるな、総理の周辺でもアメリカに密かに渡ってこのことを交渉し続けた、単に思いつきや、そういった万有を振るって総理は靖国神社に参拝したわけではありません。さまざまな形で記者工作をし、その後のこと、参拝後のことを考えながら、あの日米関係で言えば辺野古の移転、普天間基地の移転、これを成し遂げ、その後でギリギリ政権発足1年の記念すべき日に靖国神社を参拝したわけであります。そして今日本の総理の中で政権発足以来 NSC の発足、そして先日の特定秘密保護法案、さまざまな形で他の内閣では成し遂げられなかった、そして民主党政権で壊してしまった沖縄の惨状を、先日永山知事との話し合いで辺野古移転への道をもう一度こじ開けることができたわけであります。その一つの結果、それを踏まえた上での靖国神社参拝であったことを私たちは今知っているわけであります。
勇気というのは一つ方針だけではありません。親友、静かな勇気、そして周りのことや日本のこと、日本国民のこと、国防安全保障のこと、さまざまに考慮をしながら、そしてやらなければならないことをやる、これが本当の意味での国益に頼った外交というと、ということだと考えます。私はちょうど昨日1年前でございます。あの安倍総理が自民党総裁へ立候補する直前、私が尖閣諸島に上陸して8月19日に上陸し、その大体動画があったと思いますけど、安倍、今あの時は全く無役でございましたが、安倍総理にお会いしました。尖閣の報告、そしてもう一つ、ぜひ安倍総理には再び自民党総裁選挙に立候補していただきたい、そういうお話を申し上げました。その時総理は、いや、もう決めておりますから、間もなく発表します、勝つから出る、負けるから出ない、そんなことはありません、やらなければならないからやりますと、そういった勝ち負けをどこにしてもしなければいけないことをやるということをその時お話になりました。私はその時総理に靖国神社参拝はどうなさるんですかというお話を申し上げました。皆さんもご存知のように第一次安倍内閣で靖国神社に行けなかったことは痛恨の極みだと、その時もはっきりと明言いたしました。7年過ぎました、第一次安倍内閣以来、あの時も思い出します。8月15日小森慶一郎先生、その他100人ぐらいのチャンネル桜に集う保守系の文化人の皆さんと共に靖国神社参拝をお願いしました。第一次安倍内閣では体を壊され、やむなく退陣しなければならなかったわけですけれども、その思い、安倍内閣第1次から7年半の年月が過ぎて、ついにその思い、痛恨の極みといった思いを昨日総理は実行した、実現したわけであります。